あいみょんツアー2 0 1 9シックスセンスストーリー神戸ワールド記念ホール 2DAYS 記念特番兵庫イいけんプレゼンツあいみょんの PM700 型 <laughs> で拍手イエーイこの番組は兵庫県地域創生課の提供でお送りします時刻は7時を回りましたキスナーの皆さんこんばんはサンドクルーのあいみょんです、えー、今日と明日のこの時間は私あいみょんの アイミオンツアー2019シックスセンスストーリー神戸ワールド記念ホール 2days を記念した特番番組兵庫 EK 民プレゼンツアイミオンの PM700 をお届けします番組タイトルにもあるんですけども、えー、兵庫とありますがあのー、私アイミオンは兵庫県西宮市出身でおなじみのシンガーソングライターで <laughs> ございます現在24歳になりまして そうですね。最近は、うーん。何やろう。声が枯れるとすぐに治らなくなってきました。<laughs> なぜでしょうか。うーん。そんな今日のテーマなんですけど、あいみょんと兵庫ということで、子供の頃の思い出とか、えー、思い出の場所などをいっぱいお話しできたらなと思います。 なかなかこうやって兵庫県とかについて語ると言いますか、掘り下げることってあんまなかったので、ありがたいですね。結構もう西宮を推している身としては、ありがたいなと思います。えー、私、あいみょんが生まれたのは、1995年3月の6日、6人兄弟の、えー、次女として生まれました。なんかこれすごい、自分のヒストリーを <laughs>、えー、6人兄弟の 次女として生まれました。生まれた頃から実はずっと西宮ってわけではないんですよ、私。でも、兵庫県を離れたことはなくて、あの、天ヶ崎にも住んでることがありましたね。えー、小学校2年生、小学校はだから2年生まで天ヶ崎にいまして、うん、そこから転校してきて、まあ、そこからもう西宮っていうところにずっといるんですけど、あの、でも自分の感覚ではもうかなり都ですね。 私は都です。はい。えー、どんな子供やったか。今結構人懐っこいってよく言われますけど、小さい頃はもっと人懐っこかったですよ。うん。なんかこう、面白いことをやるの好きやったんで、父ちゃんがビデオカメラを向けると、もうほんまにずっと変な顔してるみたいな子供やったですし、結構、まあ今もそうですけど、人見知りもないので、 うん、割とフランクに誰にでもついていってた <laughs> 危険な子ですね <laughs>。あのー、やった記憶はあります。うん。小学校の時に好きやった給食とかは、あのー、冬に食べるシチューがめっちゃ好きでした。給食。めっちゃ寒がりなんですよ、私。で、私が行ってた学校って、 給食、これあんまり言いすぎたら特定祭じゃねいけど、あの、給食の時、給食当番の人がその配るじゃないですか、席に。給食を。その時、給食当番じゃない人外出なのダメだったんですよ。私たちの学校は。で、外出て、給食当番が全員の席に、今日のメニュー置き終えたら入れたんですよ。だからもう冬場、めっちゃ寒くて、ほんまに、 もう唇すぐ紫になるから、私。だから、その時に、こう、急いで唇に押し当てるクリームシチューのぬくもりったらなかったなっていう思いで。<laughs> そういうか、味とかじゃなくて、唇にあの、使った時のあのシチューは、すごい好きやったなっていうのを、覚えています。今もし、また食べられるのであれば、給食 でもやっぱもうめっちゃベタかもしれないですけど、揚げパンかなきなこパンかで、きなこパンもなんかそんな、ほんまに月一とかで出る感じじゃないですか。奇跡のメニューみたいな。<laughs> その日クラスに欠席おったら誰か食べれるみたいな。わーみたいなじゃんけんじゃんけんとか。ああいう、今ってどうしてもこう、 家族の元も離れてるから一人でご飯することが多いけど、やっぱああやってね、みんなでご飯するっていう空間にそもそももう一回戻ってみたいなっていう風には。なんか転校してきた時に隣の席の男の子が、あの、私が牛乳飲んでる時にめっちゃ面白いこと言い出してブーって一回吐いたことあって。らら牛乳それがすごいトラウマでしたね。 もう、牛乳飲むときに、こう、人の、なんか、なんか起きひんかなって、キョロキョロ、見てたな。懐かしいですね。えー、そんな、え、小学生の頃に私が夢中、やった、ものは、え、なんやろう。熊野プーさん、かな。意外と知られてないと思うんですけど、めっちゃ、めっちゃプーさん好きやったんですよ。同い年の羽生ゆずるくんより多分好きやったと思います。私、プーさんのこと。私の方が先に好きやったと思う。 別に貼るとこじゃないんやけど、あの、プーさんにめっちゃハマった時期があって、身につけるものとか、全部プーさんでした。うん。謎に。で、そっからだんだんこうやっぱ趣味思考も変わっていき、えー、あの、アニメをね、やっぱ見るようになるわけですよ。 ま、ドラえもんだったり、クレヨンしんちゃんだったり、今でも大好きなんですけど、中でもやっぱクレヨンしんちゃんの嵐を呼ぶ猛烈大人テックの逆襲という映画を見て、衝撃を受けまして、そっから後に太陽の塔を知り、岡本太郎を知り、今ではもう岡本太郎崇拝の息なんですけども、あの、ま、多分小さい頃から絵描いたりとかするのほんまにめっちゃ大好きで、あのー、 自分が美術が好きやなって目覚めたきっかけは、でも、実はババノブルさんっていう、あの、絵本サッカーさんがいるんですけど、あの、11匹の猫と豚シリーズですね。あの、の絵本の切り絵を、一回、授業で美術でやった時に、その切り絵が、何の章かわか,からないんですけど、なんか選ばれたんですよ。それこそ多分、西宮の詩の、なんかに飾られたんですよ。それがきっかけで、 あの、美術すごい楽しいなって思ったんで、思ったんで <laughs> って思いましたね。そんな、だから多分小学校の頃から芸術、アートっていうものには興味があって、まだここまで私の小学生時代は音楽にはやっぱ触れる機会はあんまりなかったですね。これは後の話。<laughs> はい、えー、ではここで 一曲聴いてもらいましょう。そんな岡本太郎がきっかけでできた、えー、曲です。あいみょんで、今日の芸術。あいみょんツアー2019シックスセンスストーリー神戸ワールド記念ホール2 d a y s 記念特番兵庫 EQ ミンプレゼンツあいみょんの PM700 今日と明日のこの時間はサウンドクルーあいみょんがお送りしています。今日のテーマはあいみょんと兵庫ということで、子供の頃の思い出や思い出の場所などをお話ししています。えー、先ほどは 小学校の頃のお話をしましたが、中学校になると、またここからね、愛にょんっていうものが作り上げられていく <laughs>、歴史が刻まれていくんですけど、まあ中学校ぐらいからやっぱちょっとだんだんね、なんか小学校の時ってもう、もう、もはや、まだ自分が人間と自覚してないぐらいの感覚じゃないですか。自分がもはや何者かもわからなくて。やっぱ中学校になると割と自我が芽生えて、 あ、やっぱ自分はこういうことが好きなんやっていう自我が芽生えてくると思うんですけど、私は中学校は一番何に没頭してたかと言いますと、言いますこうやって。言いますと <laughs>、言いますと、えー、陸上競技に熱中しておりました。ハードル層に夢中になっていましたね。もともと小学校の頃から運動が大好きではあったんですけどで、小学校の頃は走り幅跳びに めちゃめちゃ憧れてたんですけど、中学校に入ると、中学校のその陸上部の監督から、お前はハードルをやれっていう風に言われまして、えー、そっから嘘やと思いながらも、なんかね、そのハードルの魅力に取りつかれて、えー、3年間みっちり、もう何台飛んだことか。あのハードルを。何台飛んで、何回朝を作ったことかっていう、もう、あのー、そんな中学校、 生活でしたね陸上競技部では副部長やってまして <laughs> まとめてましたよ後輩を <laughs> まとめてるというかなぜかその時私なんかお笑い担当みたいになっててそうなんか落ち込んでる後輩をお笑かしに行くみたいな担当してた気がし,しなくもないなっていう感じでしたねでもほんまに走ることがすごい大好きでしたね えー、そしてまたまた私がギターを,を弾くきっかけになったのは中学校で中学校2年いや3年か3年生の頃にですねアメリカから英語を教えてくれる先生がいたんですけど授業の時、まあ、その先生が授業の終わりにギターを持ってバックストリートボーイズを歌うっていう巨壇な先生がいて。 で、私その時にでも、あ、え、いいなと思って。で、その先生に、私もギターやりたいね、みたいな話。まあ、もともとその、お父さんにギター貸してって言ったけど、エレケギター借りてたんで、やっぱアコースティックギターがやっぱ欲しかったから、私もアコースティックギターやりたいんや、みたいな話をしたら、その先生が帰国する時に、まあ、あっちに送るよりも、ま、あっちでか新しいの買った方が安いから、君にあげるよ、つって。 えー、ヤマハのアコースティックギターをプレゼントしてもらいまして、えー、想像してください。セーラー服の私。スカートちょっと膝上ぐらいかも。もう喜んで、まだ未熟な体には大きすぎるぐらいの <laughs> ギターを背負い、家に帰ったんですよ、徒歩10分くらいかけて。もうめちゃめちゃウキウキしてましたね。うーん、そっから、 かなほんまだから、ギターをしっかり触り始めたのは、だからもう中学校3年生ですね。でも、もうすぐ曲作りも始めたかな。勉強が苦手やったから、ギターも勉強したくないから、もう曲を作ったりとか、まあ人の、あと楽曲のカバー、まあ、それこそスピッツさんのカバーとかもしてましたし、をしてギターを覚えていましたね。まあその先生とは再会はできてはないんですけども、いろんなところでこの話はさせてもらっていますね。 えー、そして2015年5月にリリースされました、ファーストミニアルバム、インディーズの頃ですね、に出した、卵というミニアルバムに収録されている、まるまるちゃんという楽曲があるんですけども、このまるまるちゃん本人と出会ったのも中学生です。えー、中学校1年生の頃からまるまるちゃんの存在はしてたんですけど、もう化けンやって聞いてたので、絶対仲良くなれへんなと思ってたんですけど、えー、中学校3年生の時についに同じクラスになりまして、 したらもう、お互い、たまたま、その新しいクラスに仲いい子がいなかったんですよね。で、そのきっかけ、それがきっかけで一緒にいるようになって、もうたくさん、すごい喧嘩もしましたし、あのー、もう絶対、二度と仲直りできひんっていうぐらいの喧嘩をしたんですけども、その時に、まあ、それでもやっぱ今、しょっちゅう、 ご飯行くぐらい仲良しで、あ、これがほんまの友達やなって思える一人でもありますね。えー、だ、ライブにもたまに遊びに来てくれます。うん。よく遊びに行ったの向こうんこ側の <laughs> 河川敷で、とりあえず HY を熱唱するっていうのをやってましたね <laughs>。とりあえず HY さんの楽曲を、あの、どっちが今日はハモるか。 あのやったりだとかギターは弾いてなかったです。もうただただ音源を流してハモるっていう <laughs>。とかなんかやってたし、あと甲子園球場の隣に、これもよく紹介してるんですけど、甲子園球場の,あの隣に、ヘンゼルカフェって言って、もう大好きな、えっ、ー、とね、店員のお母さんが、店長のお母さんが、オードリー・ヘップバーンが大好きで、もう店中がもうヘップバーンだらけで、で私もオードリー・ヘップバーンになりたい時期が。 あったんですよ。ちょっとよくわからへん時期、私の。オードリー・ヘップバーンになりたかった時期があったので、そのヘップバーンがいっぱいあるお店で、よく〇〇ちゃんとロコモコを食べました。これほんまに思い出、結構青春です。<laughs> ロコモコを食べたりとかしてましたね。うーん。まあ話が変わるんですけども、西宮市のいいところを教えてくださいということなんですけども、西宮のいいところはですね、 もう子供が元気よく育つ。<laughs> いやですよね <laughs> ですよねっていうかなんか私はなんか平均的に多分なんか多いと思うんですね小さい子も、まあ、公園もあるし緑も <laughs> 多いしなんか私すごい元気なイメージですよすごい。 うん。活発なイメージかなと。あとね、うーん、何やろ。まあ、場所にもよると思うんですけど、私西のすごい落ち着いてて、あのー、生活しやすいですね。あとなんかね、困らないですよ。何にも。何でもあるもん。うん。ほんまに。何でもあるなって思うから、なんかこう落ち着いて生活できる場所やなって思うし、離れたく、 離れたくなくなるような場所っていう魅力がありますよね、なんか。うん。西宮以外で、よく、兵庫県よく行った思い出の場所は、えっと、ここやろうな、兵庫やろう。うーん。西宮にしか留まってへんかもしれあ、でも三宮とかは、やっぱえ、めっちゃ行ってますよ、三宮。あと、 あ、まあだって、どこまでが西の宮か分からんくなってきちゃった。あと、神戸の方に花火あるじゃないですか。神戸花火、でっかいの。あ、そ,そうそうそう、そう、あ、そうそう、メリケンパークのとこで、花火見たんですよ、中学校の時。もう苦い思い出やわ、あれ。え、なんかもう、柄にもなくダブルデートしたんですよ、中学校の時に、好きやったこと。なんかね、苦かったわ。苦うまって感じ。うん。 なんかこうもう私も悪いから浴衣着てってあの何げた入ったんですけどもうわざと足痛いふりしてひこずったふりして気引こうと思ってさきさき前を歩く彼氏の気引こうと思って鼻緒であの豆できてるふりしてましたんそんな,なんか苦い思い出が神戸 <laughs> にありますねうんさてさて曲にい <laughs> きたいと思います ここでは2曲続けて聴いてもらいたいと思うんですけど、まあ、話に出てきました。えー、○○ちゃんという曲。そして、えー、私が18歳の時に作った曲です。19歳になりたくないという曲を聴いてください。アイミょンツアー2019シックスセンスストーリー神戸ワールド記念ホール2デイズ記念特番、兵庫い、e、い県民プレゼンツ、アイミょンの PM700。えー、今日と明日のこの時間はサウンドクルーアイミょンがお送りしています。 えー、お送りしたのは、あいみょんで、19歳になりたくないでした。えー、今日のテーマは、あいみょんと兵庫ということで、子供の頃の思い出や、痛い思い出を、苦い思い出、甘い思い出など場所などをお話ししています。えー、2016年1月に上京する移動の車窓から見た景色覚えていますかっていう質問。あの、私、トラックで上京してきたんですよ。やっぱ、その新幹線に、 乗るっていう発想はなかったですね。そんな発想ができないぐらい、やっぱ、まあ、ギリギリで状況してきてるので、あの、車窓から見た景色、真っ暗やったよ。寂しかった。漆黒の海に沈みに行くんかなと思った、私、ほんま。西宮から、まあ、約8時間ぐらいかけて東京に、えー、夜中に出たんですよ、西宮。夜中出て、 で、朝の6時ぐらいに、まあ、東京に着くっていう感じで、で、お母ちゃんのお兄ちゃんと、あと、うちのおばあちゃんがついてきてくれて、上京したんですけど、あの、ほんまに、悲しすぎて、二十歳かなって、すぐやったかな二十歳かって出てきたんですけども、家族と離れたことがなかったから、もうあまりにも悲しくて、 もう、泣きながら家族の集合写真撮りましたもんね。うん、でもその時に、あの、お父さんが仕事で,で、私が上京するっていう日にお父さんおらんかったんですよ。そう、それがすごいなんか心残りで、ああ、お父さんに会いたかったと思いながら、あの、西宮から、えー、 滋がぐらいまで永遠に泣いてましたね。<laughs> したら、最初の方はおばあちゃんも、あの、先生、あの、お父さんあ、お母さんのお兄ちゃんも、まあ、そんな泣きなさんなん、大丈夫すぐ会えるから言うて近いやんか、西宮と東京は、って言って、なだめてくれたけど、私があまりにも泣くから、もう途中ぐらいから、ちょっとなんかうるさいな、多分なってきたのか、滋があたりぐらいからめっちゃ冷たくなったんですよ。だから私も多分空気読んで涙引っ込んだみたいな。<laughs> でもねあのね景色は覚えてないんですけどその時、あのー、車の中で聴いてたのが長渕,長渕剛さんの「東京」うん、とあと嵐さんのあのー、あ名前で忘れした何やってっけいい、ねいいね、<laughs> 嵐めっちゃ聴いてました、うん、何やってっけなえあガッツ,ガッツ,ガッツ,ガッツ めっちゃ聴いてます。その2曲ずっと聴いてた。うん。すごい元気出ましたよ。<laughs> うん。それは覚えてますね。うん。で、その上京したその年の2016年11月に、えー、メジャーファーストシングル、生きていたんだよなで、えー、デビューをしました。でそして2017年1月から、キ s FM 神戸で初のラジオレギュラー番組、あいみょんの PM430 がスタートしましたね。もうこの辺からは結構もう、 記憶にあるけど、体感的にあんま覚えてないぐらい、目まぐるしかったな、っていう時期ですね。もう2016年、2017年は。うん。さあ、アイミの PM430。初回から、カフというマイクのスイッチをスイスイつここなしましたね。って書かれてある。もう、なんかね、発射、発射進行みたいなやつね。カフっていう、声が出るでえへんのやつとか。いや、でもやっぱラジオ、 でで喋るのっって夢やったんですよそれこそ友達とそのまた違う時期の神戸の花火見に行った時にキス見えてなんか「バイトしようや」って言ってましたからね私たちそのこと。ななんか「キス f m でバイトしようや」ってずっと言ってたりとかしたのでなんか感慨深いなと思い だからね、そうですね。あ、そう、番組の CM をインスタイベントで撮ったりとか、その、タイトルコールをめいっ子に言ってもらったりとか、<laughs> いろんな人に言ってもらったりとか、好き勝手たくさん、えー、やらせていただいてたと思うんですけど、ここで、あいみょんの PM430 の1回目の放送を少しだけお届けしてみましょう。恥ずかしい。どうぞ。キスナーの皆さん、こんにちは。 今日1月3日から KissFM 神戸のサウンドクルーとなりました、あいみょんですってる、えー。この番組を始まるって聞いた時の最初は、<laughs> やっぱ地元のラジオに出たいっていうのは、なんか友達と昔からラジオでなんか、 バイトしたいよね、じゃないけど、<あ>キス FM とか行きたいよね、とかそういう話をしてたのもあったから、<laughs> こうまず最初に友達にすぐ連絡したってのありますね。<laughs> キス FM で、あの番組やることになって、っていうのを言ったのもあるし、やっぱり、実は私がこう音楽活動を始めたのは、えっ、ー、と、18歳の夏ぐらいで、初めて私がこう音楽活動をするっていう形でラジオに出たのが、あの、キス FM さんが初めてやったんですよ。<laughs> え、はい、覚えてる。キスやったんや。そう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 。うん。え、声めっちゃ作ってました。なんか、めっちゃ、あいみょんのみたいな。<laughs> 声は超えたか。<laughs> ちょっとでも関西弁の甘さが目立ちましたね。ちょっとなんかかぶれたのかわからないですけど。うん、してましたね。やっぱ、そうそう、バイトをしようって、それやっぱ思い出なんですよね。 りととと友達と、うん、そういうい話してたりとかあとそう、その、キッスエフェム神戸で、初めてラジオで、いや、私、その、初めて出たラジオで何話、話してるか覚えてますよ。いや、私、高難園できたことなくて、みたいな話、多分したと思う。しょうもな。誰が面白いね <laughs>。 誰が知りたいねみたいなことを。うん。で、なんか、口内炎人生で一回もできたことないんですけど、今日今朝、なんか歯磨き急いでしすぎて、歯ブラシが歯茎にガーンってなって、これもしかして口内炎ですかねみたいな話だと思う。<noise> 誰が面白いねみたいな話したのめっちゃ覚えてますね。いやー、早いですね、時が経つのが。うーん。えー、あ、私、その、あいみょんの PM430 の最終回で、 神戸ポートタワーの展望台で、いつか大きな場所でライブしたいなとコメントされていますが、ポートタワー行きましたね。行った行った。その2年後、そっか、番組が始まったのが2017年で、その2年後、今年2月に、えー、日本武道館にて、愛媛武道館1995開催しましたね。2>, <laughs> 2年後か。う、ね、ーん、えー。タイトルにある1995というものは、えー、私が生まれた年。 ですね、阪神・淡路大震災の2ヶ月後に私は生まれたんですけどだからもうお母さんお腹大きい中被災してしまったんですけど、うん、その中で、えー、お母さんが産み落としてくれた年をタイトルにつけたっていいろいろ理由はあるんですけどねやっぱギターの弾き語りで今回その武道館立ったんですけどやっぱアコースティックギターと歌声 オンリーその二つが私のやっぱ原点であるっていうのと私っていうじに人間が生まれた場所は母親のお腹の中が原点っていうその共通点で私の原点っていう意味で1995っていうタイトルをつけたんですけどもいやーそっかだからまあすごい地元からもということ友達あのラジオ一緒にバイトしたか友達も武道館来てくれましたよ <laughs> みんな来てくれましたね。家族は誰一人来なかったですけどね、武道館をね。うん。ま、ぜひ、これ初めて私映像作,作品出たので、DVD 面白いから、結構丸ままなんで。<laughs> 間違ってるところもいっぱいあるんですけど、よかったら見てみてほしいです。えー、そして今週末12月14日土曜日15日日曜日の 2days で神戸ワールド記念ホールでライブを開催します。すごくな、ね、い 決まった時ワールド記念ホールってキャパどんくらいやったっけとか思ったら6000ぐらいかな6000人ぐらい入るんですよすごい私兵庫県で6000人一っ見たことないうん <laughs> そりゃそうやけど一っに6000人見たことないなと思って番組の途中ですが神戸ワールド記念ホールの最大キャパシティ数は6000ではなく8000です あいみょんさん、ライブ頑張ってください。私が好きなあいみょんさんの曲は、真夏の夜の匂いがするです。すごくないですかこれ決まった時、きワールド記念ホールでキャパどんくらいやったっけとって6000ぐらいかな ?6000 人ぐらい入るんですよ。すごい。私、兵庫県で6000人一品見たことない。うん。 <laughs> そりゃそうやけど、一んに六千人見たことないなと思って、うん、それがまた自分の音楽をこう聴いてくれてる人たちと思うと、多分私この日ね、ちょっとちょちょぎれちゃうんかなと思って、目頭、<laughs> 目頭に熱い、熱いのがちょっと出ちゃうんじゃないかなって思うぐらいちょっとドキドキしてる。ほんまに。うん、すごい緊張しちゃうかも。地元やし。うん、楽しみですね。いや、ぜひ。 チケット持ってて遊びに来られる方、よろしくお願いします。では、ここで一曲聴いてもらいましょう。あいみょんで、君はロックを聴かない。あいみょんツアー2019シックセンスストーリー、神戸ワールド記念ホール2デイズ記念特番、兵庫、イーケプレゼンツ、あいみょんの PM700。今日の明日、この時間は、えー、サンドクルーあいみょんがお送りしています。えー、と言いながら、今日はそろそろお別れの時間になりました。えー、兵庫県への、私の、まあ、兵庫県というか、西宮のね、 あの思いを存分に話したんですけどどうでしたでしょうか <laughs>、えー、明日はキスナーの皆さんからメッセージが届いているので紹介したいと思います、えー、いよいよ今週末12月14日土曜日15日日曜日の 2days で神戸ワールド記念ホール,ホール、えー、ライブあります、えー、チケットをゲットできた方はぜひ一緒に楽しみましょうあのフォトトスポットが <laughs> ホットスポットもあるので、よかったら撮ってください。<laughs> 映えるので <laughs>、えー。では今日はこの曲でお別れしたいと思います。えー、あいみょんでグッドナイトベイビーを聞いてください。えー、あいみょんさん2019シックスセンスストーリー、神戸ワールド記念ホールツーデイズ記念特番、兵庫 EK 民プレゼンツ、あいみょんの PM700。それでは明日のこの時間もぜひ聞いてください。サンドクルーあいみょんでした。バイバイ。